ジャパンナレッジはコピーペーストした本文テキストにその引用元を自動的に追加する機能があります。論文やレポート作成に大変有効ですのでぜひ覚えて活用してください。このように範囲を選択しパソコンの機能でコピーします。任意のワープロソフトにコピーしたテキストをペーストするとご覧のように引用元の情報 項目、タイトル名、コンテンツ名、データベース名、URL 参照した日時が自動的に挿入されます。コピーした文が19文字以下の場合は機能しません。なお、この機能はブラウザがマイクロソフト社のインターネットエクスプローラーである場合のみ有効です。他のブラウザでは機能しません。